食べる量を減らしても一向にダイエットの成果が出ない、そんな人もいるかと思います。それは夜ご飯の習慣が悪いことや、取る食材が好ましくないことが理由として大きいはずです。夜の食習慣を変えることで太りにくい体になり、痩せやすい体質にもなるものです。今回は夜の食習慣を変えるとダイエットになる理由、夜食べても太りにくい食材や夜ご飯ダイエットの基本をご紹介します。夜の食習慣を変えるとダイエットになる理由とは、1日に摂取する食事の量を減らせば体重は減るものです。特に夜ご飯の摂取量を減らしたり、食事内容を変えることでよりダイエット効果は高まると言われています。その理由としては、夜は昼と比べて代謝が低下して、夜ご飯で食べたものは脂肪として蓄えられやすくなるからです。脂肪を蓄積させる B01、 B01 とは体内に脂肪を蓄積させる役割のあるタンパク質のことです。この分泌量が多い時間帯に食べたり、消化したものが胃に残っていたりすると脂肪となってしまいます。この分泌量が最も少ないのがお昼の2時から3時頃で、最も多いのが夜の10時から夜中の2時頃です。ですので、脂肪の蓄積を防ぐには午後10時までには胃の中に何もない状態にするのがベストでしょう。夜ご飯ダイエットの基本、ここまでの話を聞くと、夜は代謝が落ちるので夜ご飯は食べない方がいいのではと考えるかもしれませんが、それは違います。夜ご飯を抜くと体は飢餓状態になり、翌朝の食事で血糖値が急上昇して脂肪が蓄積されやすくなるからです。なので、ここではダイエットのために夜食べても太りにくい食材や夜ご飯ダイエットの基本をご紹介します。 1. 大豆製品やキノコ類を中心に摂る。夜ご飯には低カロリーで低糖質、消化のいい大豆製品やキノコ類を中心に摂るようにしましょう。これらは脂肪として蓄積されにくく、タンパク質も豊富で、睡眠中に分泌される成長ホルモンの働きで筋肉量をアップすることもできます。また大豆イソフラボンには食欲を抑制する作用、大豆サポニンには脂質や糖質の余分な吸収を防ぐ働きもあります。さらにキノコ類はビタミン B 群が豊富で、脂質の代謝を良くする効果もあり、内臓脂肪を燃焼する効果も期待できるでしょう。 2. 温かいものを食べる。夜に温かいものを食べると内臓への負担が軽減され、内臓にしっかりと休息をさせてあげることができます。内臓が疲れていると消化活動が低下し、代謝も落ちて脂肪も分解されません。逆に夜に冷たいものを食べると体が冷えて血行不良を招くこともあります。血行が悪くなると体内に余分な水分や老廃物なども溜まりやすく、むくみや脂肪の蓄積につながります。 3. 低糖質の食べ物を食べる。低糖質の食べ物を食べると胃腸への負担が軽減され、血糖値を下げるインスリンの分泌も抑えることができます。鶏肉やアジ、シラス、キャベツやレタス、大豆もやし、キノコ類などは低糖質で低カロリーです。 4. 野菜から最初に食べ始める。野菜は低カロリーで低糖質な食材が多く、食物繊維が豊富です。満腹中枢を刺激して食べ過ぎを防いでくれるので、サラダなど野菜から食べるようにしましょう。 5. 就寝3時間前までに食べ終える。低カロリーで低糖質な食事は脂肪として蓄積されにくいですが、寝る直前の摂取は避け、できるだけ寝る3時間前までには食べ終えるのが基本です。消化しきれていないものが胃の中にあると消化不良を起こしやすくなります。また睡眠を妨げ、成長ホルモンの分泌も減り、痩せにくくなる上に肌荒れも起こしやすくなるので、寝る時間と食べる時間には注意しましょう。以上、いかがでしたか？夜の食習慣や何を食べるかがダイエットのためにも重要であることがお分かりになったかと思います。ダイエット中だからといって夜ご飯を抜くと
かえって脂肪を溜め込みやすい体にもなってしまいかねません。本動画を参考に、ぜひ夜の食習慣を見直してみてくださいね。